30秒ぐらいで絞ります。では、いただいた台本に、まあ、はい、問いつつ、はい、ところどころお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。すごいな、こっちが緊張しちゃうは献血コーナーです。月に一度献血への意識を高めてもらおうとお伝えしています。今日は埼玉県赤十字血液センター企画広報担当であり献血広め隊の隊長補佐でもある武井環奈さんにお越しいただきました。武井さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はね、電話をおつなぎしてお話をしているので、はい、こう対面でお話しさせていただくとちょっと新鮮な気持ちに。そうですね、緊張してます一緒にお届けしたいと思います、はい、よろしくお願いします。武井さんは献血広め隊の隊長補佐ということで血液センターさんの SNS にもね、よく載っていらっしゃいますよね。ありがとうございます。献血広め隊について教えていただけますか。はい、献血広め隊は献血を親しみやすくより身近に感じていただくことを目的に昨年の7月から活動を開始しました、はい、企画広報担当である小泉隊長と私の2名が中心となり様々な部署の有志により活動をしています。はい、献血広め隊というネーミングもね、また非常に分かりやすいですよね。そうですね、はい、広め隊、隊の方と、はい、広める隊、そうですの、ね、かけて2つがかかっているということで、はい、そして親しみやすくということですけれども、はい、具体的にはどのような取り組みをしていらっしゃるんですか。はい、献血広め隊の主な取り組みとしては SNS の発信を積極的に行っています。献血の現状やイベントの情報、また血液センターの職員の紹介等、今まで触れてこなかった情報もコミカルに表現し発信するようにしています。はい、私もよく SNS 拝見しているんですけれども、ありがとうございます。本当にたくさんの職員さんの方が登場して和気あいあいとしてらっしゃって楽しそうですよね、はい、すごい楽しいですよ、はい、積極的な発信されていますけれども、はいはい、周りの反応であったり感じていることは何かありますか。はい、イベントの活動や協力団体様との打ち合わせの時に SNS 見てますという声を多くいただくようになりました。日本赤十字社というと一般的には固いイメージがあり、どのような活動をしているのか分かりづらい点も多いと思います、はい、少しでも興味を持っていただき献血に触れていただくコンテンツを提供できればと考えております。はい、私も今まで日本赤十字社と聞くと、はい、正直ちょっと固いイメージがあったんですけれども、ね、はい、SNS を見させていただくようになって、あ、献血ってもっと私たちに身近なものだったんだ、献血って気軽に行っていいんだというふうに思うようになりましたね。もうすごい嬉しいです。まさにそれを皆さんに感じていただきたいですね、うん、献血広め隊の活動によって少しでも献血に興味を持っていただける方が増えるといいですよね。そうですね、はい、武井隊長補佐が今まで活動してきた中で印象に残っている活動は何かありますか。プロスポーツ団体との 共同で実施したイベントです。埼玉県には人気のクラブが多くあり積極的にお力添えいただいています。はい、先日も浦和レッズの選手の動画を投稿されていましたよね、はいはい、そうなんです。献血者の協力が減少する3月に浦和レッズ様にご協力いただきレッズ献血キャンペーンを実施しました。現役選手の応援メッセージや元日本代表であり浦和レッズ OB である都築亮太さん、永井雄一郎さんにもご協力いただき実際の献血会場において献血の呼びかけを行いました。はい、SNS だけではなくて実際に会場でも呼びかけを行っていらっしゃるんですね。そうなんです、うん、人気クラブの OB 選手がね、こう呼びかけしていらっしゃるとやっぱり反響も大きいですよね。もう本当その通りで、 SNS ではイベントの告知の時点から多くの方にご覧いただき、実際のイベント当日にはたくさんのファンの方が献血にご協力くださいました。今回のイベントを通してスポーツの力がもたらす影響って本当にすごいなと感じます。そうですよね、特
特に浦和レッズの方はね、浦和レッズのサポーターは熱狂的な方が多いですから、はいはい、一人でも多くの方にね、献血にご協力いただけたら非常にありがたいですよね。そうですね、うん、そして先ほど献血者の協力が3月には減少するというお話がありましたけれども、はい、何か考えられる要因はありますか？あるんです。3月は季節の変わり目ということもあり、気温が安定せず体調を崩される方が多くいらっしゃいます。また花粉症の時期とも重なり、例年献血協力者数が減少する傾向となっております。輸血用血液製剤は人工的に作ることができず、皆様の献血により支えられています。ぜひ皆様、献血へのご協力をお願いいたします。はい、輸血用血液製剤が人工的に作れないということは、この献血コーナーでもお伝えしていますが、4月になりましたけれども、はい、まあ、花粉症も影響するということで、そうですね、これからまたどんどんね、やっぱり献血協力していただく方が増えるといいですよね。本当にそれを願うばかりです。はい、では最後に献血広め隊の今後の取り組みについて教えてください。はい、献血広め隊は先ほども申し上げました通り、献血を親しみやすく、より身近に感じていただくことを目的に活動しています。 SNS を通して興味を持っていただきやすい発信を今後も行っていきます。また埼玉県の人気クラブであり、影響力の大きい浦和レッズや大宮アルディージャ、埼玉西武ライオンズ、埼玉パナソニックワイルドナイツにご協力いただき、選手を招いたイベントも企画立案していきますので、皆さんご参加をお待ちしております。はい、選手に触れ合える機会はとっても貴重ですね。いや、本当貴重ですね。はい、イベントの告知方法を教えていただけますか？はい、埼玉県赤十字血液センター公式 SNS の X や Instagram、 また公式ホームページで告知を行いますので、ぜひフォローやいいねをお願いします。皆さんのいいねが私たちの励みになります。はい、今日は埼玉県赤十字血液センターの献血広め隊、武井隊長補佐にお話を伺いました。武井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、献血コーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがだ。もう逆に私の方がど素人なんじゃないかっていう感じの、もう本当に、いやいやいや、もうなんか目を合わせてくださったんで、それでリラックスができました。